飛行機が好きっていう気持ちがあって、飛行機が学べる、飛行機のことを知れる。高校2年生の時に、崇城大学の航空整備学専攻の見学、施設見学会に参加させてもらった時にタキシングをしたんですけど、その時の印象が忘れられなかったっていうことと、飛行機を学べる環境にとってはやっぱり崇城大学は資格も取れて学位も取得できるということで、崇城大学に入って飛行機を学びたいと思いました。二等航空整備士の資格を取得するために主に3つの試験があるんですけど、まず学科と、あとは航空機の基本技術の試験と、で最後に機体に対する試験があるんですけど、今は機体の試験に向けて実習をしていて、その飛行機が実際に飛ぶ前に整備士が確認する行為というのは、やっぱり自分でやっていても責任があることなので、自分はとてもやりがいを感じます。大学生になって親やその同じ学年の友達とかだけじゃなくて、先輩や後輩、あとは教授の方とか、その人たちとうまく話をすることで、飛行機だけではなく他の分野のことも学べることができているので、人とのつながりを自分は今一番大事にしたいなと思っています。これから就職に向けて大型機を学べる航空会社に入って、まずは大型機の資格である一等航空整備士を目指したいと考えています。自分はやはりやりたいことを優先しました。なので、迷っている皆さんも、自分が何をやりたいかというのを、まずは大学の施設見学会や興味を持ったことに挑戦して大学選びをしてもらいたいと思います。